聞いたか？お尋ね者の一覧に新しく二人追加されたらしい。しかも上からは積極的に探せとのご命令だ。うちの主力が全員前線で戦ってる今、どうやって積極的に探すってんだ？次見回りに行くとき少し気にかけておくことしかできないだろう。前線の状況はどうなったんだろうか。前に聞いた話では俺たちの軍によって抵抗軍が無双人狭間の北西側まで追いやられたと聞いた。本当かどうかはわからないかな。偽の情報だろう。無双人狭間は抵抗軍の後方にある。俺たちが優勢を保ってるとはいえ、あいつらはそれほどやわじゃないだろう。まあ俺たち見回りには関係ないさ。自分たちの仕事を全うするだけでいい。そうだな。さあ仕事の続きだ。無双人狭間の北西側、抵抗軍の後方にあるのか。でも念のためもう少し情報を仕入れよう。奇遇だな。お前も逃げてきたのか。ああ、あんたはどこに行くんだ。まずはヒギ村に行ってみる。よくない噂があるみたいだが、戦場で過ごすよりはマシだ。お前は。もともと名槌の浜でしばらく休憩していたんだが、あそこはもうめちゃくちゃだ。近頃抵抗軍の旗色が悪いらしい。前線の戦力が低いせいで幕府軍との間で苦戦を強いられているそうだ。最初戦線はもっと前方にあったみたいだが、抵抗軍の二度にわたる交代で名槌の浜まで来てしまった。さっきそこから逃げてきたばかりなんだ。あそこは危険すぎる。敵軍は誰かで構わず人を見つければ武器を構える。怖くなって荷物すら捨ててここに逃げてきたんだ。もう少し逃げないといけないかもな。形勢は今も変わりつつある。できるだけ遠くに行った方がいい。俺もそう思う。よかったら一緒に行かないか。助け合えるかもしれない。名槌の浜、あいつらが言うには抵抗軍と幕府軍は今もそこで交戦してるみたいだな。行ってみようぜ。刮目せよ。
勝負せよ。はい。瞬く間に捨てまいる。そりゃ拙者の負けだ。ああ助かった。さっきは死ぬかと思ったよ。助けてくれてありがとう。僕は抵抗軍車庫小隊隊員鉄平だ。最近前線に配置されたばかりでやっと手柄を立てられると思ってたのに、まさかこんなところでつまずくなんて。情けないところを見せてしまった。それよりも君たちの格好抵抗軍には見えないな。新しく抵抗軍に加入しに来たのか。よかった。ちょうど何日か前に五郎様が人手不足について話してたんだ。助かったよ。僕が抵抗軍の軍営に連れて行ってあげるよ。でもその前にまずは抵抗軍の現状を話しておこう。君たちも見ての通り、僕たち抵抗軍は戦場で劣勢を強いられている。幕府軍は永遠という目標を掲げ、天領奉行の大将九条沙羅が率いている。実力は計り知れない。それに引き換えこちらはメガリレーのせいでただでさえ神の目を持つ者が少ないんだ。今こうしてなんとか保っているのは三五宮様が立てた数々の妙計奇策、それと五郎様と抵抗軍兵士たちによる奮闘のおかげさ。はあ、僕にも神の目があればどんなに良かったことか。神の目さえあれば三五宮様と五郎様の力になれる。それに戦場でも手柄を立てられただろう。そうだ、さっき君が元素力を使うのを見たけど、神の目を持ってるのか。こいつは特別なんだ。神の目を使わなくても元素力が使える。本当か。すごいじゃないか。それってメガリレーは君にとって全く影響がないってことだろ。頼む、一緒に五郎様のところに来てくれ。きっと歓迎してくれる。これで僕も少しは役に立てたかな。本当は君みたいに軽々と幕府武士を倒し己の剣で手柄を立てたかったけど早速出発しよう。みんなを守るか。出してよ。これで星空がよりはっきり見えます。この雷はどの星空から落ちてくるものだったでしょうか。みんなを守るから。
というわけです。五郎様、僕が幕府武士に囲まれていたところ、この二人が助けてくれました。それにこの人は神の目を使わなくとも元素力が使えてとても強い。どうかこの二人を抵抗軍に加入させてください。うん、お前たちも聞いたように、抵抗軍の目的は幕府軍を倒しメガリレーを廃止することだ。決して楽な仕事じゃない。戦場に踏み入れた者は誰であろうと犠牲になる可能性がある。軍に入りたいと思う理由を言ってみろ。戦う意志のない者を抵抗軍に入れるわけにはいかない。きちんと自分の考えを持っている方がこっちも助かる。100個目の神の目を奪うメガリ儀式のことか。稲妻城で起きたことだが、こっちの耳にも入ってきている。儀式に邪魔が入ったらしい。妙だな、あの雷電将軍が直々に出向いたというのに、どうしていきなりそのことを。何か情報でもあるのか。は？それに雷電将軍とも一戦交えたんだ。100個目の神の目の所有者も救出したぞ。今のオイラたちは幕府軍に追われてて、だからここに来たんだ。そういえばつい最近幕府武士と戦った際に継承連を持っていたのを見たな。金髪の旅人と空を飛ぶ奇妙なペット、お前たちのことを言ってたのか。誰が空を飛ぶ奇妙なペットだ。しけしけ、事情は理解した。抵抗軍を代表して二人の加入を歓迎しよう。三五宮様は今抵抗軍の拠点にいない。どこに行ったかは俺たちにもわからない。だが三五宮様は出かける前、俺たちにいつも通りでいるよう申し付けた。まずは鉄平から抵抗軍の周辺環境について聞いてくれ。その後お前たちにも前線の支援をしてもらう。いいか。こちらも問題ありません。僕は昔広報勤務だったんだ。だからこの辺の紹介は僕にとって朝飯前さ。きっと君たちに抵抗軍の熱意を感じ取ってもらえると思う。まずは負傷兵 A に行こう。あそこには僕の友達がいる。もし新しい隊員が来たら彼らにも会わせるって約束したんだ。一回顔を合わせれば一緒に戦場に立てる仲間になれるさ。この人が新しい隊員か。見るからに強そうだ。傷が治ったら手合わせしてほしいもんだぜ。待て待て、新入りにいきなり勝負を挑むやつがいるか。それにその傷、治るには半月かかるだろう。てっぺ、この人はお前が連れてきたのか。お前は前線でうまくやれてるか。ふん、確かに幕府軍は僕たちの想像よりはるかに強かったけど、それでも僕は自分のできることを最大限こなした。あの時幕府軍は洪水のように迫ってきていた。しかし僕はおじけづくどころか剣を抜いて立ち向かった。一人で4人もの幕府武士を相手にしたんだぞ。おいおい、やるじゃねえかお前。いつの間にそんなできるようになったんだ。この人はもっとすごいぞ。僕が力尽きて倒れそうになった時、突然横から飛び出してきて何人もの幕府武士を倒したんだ。それに100個目の神の目のメガリ儀式も阻止したんだぞ。雷電将軍ですら何もできなかったみたいだ。すごいなお前ら。だが他のはまだ信じられるが、雷電将軍に正面から立ち向かったのは少し誇張しすぎじゃないか。無双の人たちを聞いたことないわけじゃないだろ。まあともかく、最近は負け戦が多くてもうダメかと思ってた。だが新入りも鉄平も想像してたより頼もしいみたいだな。傷を早く治して前線に戻らないと。そんな覚悟じゃ生ぬるい。俺は今も傷を負ったまま訓練してる。昨日は傷口が開いてしまったが。傷薬を探してこようか。この前とある生薬のことを聞いたんだけど、オニカブトムシを使えば
強力な傷薬ができるらしいんだ。塗った後はひんやりして傷口の治りも早くなるとか。それをくれ。なんか変な気もするな。普通にググプラムでいいんじゃないか。まあお前たちの判断に任せるが。じゃあ新入りに決めてもらおう。僕はここで少し準備しとくよ。奇妙な生薬の方がいいならオニカブトムシを少し持ってきてくれないかな。それを使って僕が薬にするから。もしググプラムの方がいいならそれを持ってきてほしい。無論こっちの生薬もおすすめだよ。もしかしたらこっちも想定以上の効果があるかもしれない。お疲れ。よし、君たちなら信じてくれると思ってたよ。必ずしも効果の保証はできないけど、もし効果があればみんなも早く回復できる。材料を僕に渡してくれ。薬を作る面倒な作業は僕がやるよ。あれ、痛くなくなった。ピリピリする。どうやら効果あったようだな。やるじゃねえか、てっぺ。俺の傷が癒えたら一緒に勝負しようぜ。どうしてお前はいつも人に勝負を仕掛けようとするんだ。だが今回は確かにてっぺのおかげだ。薬を塗った瞬間塩を塗り込んだように痛かったが、その後はひんやりとして傷が徐々に癒えてくのを感じる。すぐに治るかはまだわからないが。新入り、てっぺ、傷を手当てしてくれてありがとう。負傷兵から出たら酒を奢ってやる。役に立てて嬉しいよ。じゃあ僕は新入りを連れて他の場所を案内してくるから、君たちは傷の治療に専念してて。訓練にいる奴らとも勝負してこいよ。お前は早く休め。訓練営か。あそこは今射撃訓練をしてるみたいだから覗いてみよう。当たらなかった。くそ。さっき数えたけど10本打って1本しか。1本しか中心に当たらなかったのか。1本しか的に当たらなかった。嘘だろ。まあここ何日かの状況から見て弓矢の技術を上げるためには単純な反復訓練じゃ足りないのは確かだ。弓を引き狙いを定め矢を射る、簡単なことだと思ってたけど、まさかこんなに難しかったとはな。考えが甘かったか。この進捗じゃいつになったら戦場に立てるかわからない。今度教官が来た時に教えてもらうしかないだろう。でも今は前線の状況が厳しくて、実力のある教官はほとんど支援に行ってる。僕たちはこのまま訓練を続けるしかない。ああ、このままやっても本当に立派な抵抗軍の兵士になれるんだろうか。その悩みしかと聞いたぞ。鉄平先輩。ああ、今回来たのは君たちの悩みを解消する新入りを紹介するためだ。この方は戦場で幕府武士を軽々と4人も倒したんだぞ。しかも勇敢にメガリ儀式を阻止し、雷電将軍の手から生き延びた。本当ですか。ああ、その休日を教えていただけないでしょうか。あまり時間は取らせません。お手本を見せてくれるだけでいいのです。以前は他の訓練が忙しく、休日のコツを覚える余裕がなくて。お願いします。はい、しかと拝見させていただきます。
緊張してるんじゃ。それじゃあお手本、頑張れ信じ。準備できた？うん、こん。僕の言う通りすごかっただろう。確かに、どうして自分が当てられないのかが分かりました。姿勢が正しくない、力が足りてない、弓を握る手が安定してない、環境の影響を考慮してない。幸いそれ以外は問題ありませんでした。すでに問題多すぎだろう。しかしお手本を見られてとても勉強になりました。今回それを見て上達への道を見出すことができました。それに沿って努力を続ければきっと強くなれると思います。実は戦争が始まる前、自分は渡積島の一般人でした。当時は妻と穏やかに暮らし、争いとは全く無縁の生活を送っていましたが、メガリレーが敷かれてから全てが変わりました。幕府軍のやり方は納得できません。その思いを一心に抵抗軍に入りました。どうやらまだまだ進むべき道は長いみたいですが、神の目がなく戦いの才能もない我々は本当に皆さんのように戦場で活躍できるのでしょうか。今はこんなこと考えてても仕方ありません。助けていただきありがとうございます。では練習の続きを行ってまいります。そう深く考えるな。前線には僕たちがいる。安心して訓練するといい。さあ他の場所に行こう。どこに行こうか。大変だ、幕府軍の奇襲だ。軍営には負傷兵がたくさんいる。幕府軍に入られるわけにはいかない。お前たちも来てくれ。共に幕府軍を追い払うぞ。そんなバカな、ここには攻め込めないはずだ。僕たちも行ってみよう。手柄を立てる機会かもしれない。仕掛けるぞ。物ども続け。運命の巨栄、陣営のごとく。クオパー、火を吹け。ターゲットロックオン。運命には逆らえません。仕掛けるぞ。物ども続け。無念だ、敗北を期してから行くぞ。やっと片付いた。でもなんでここに幕府軍の人間が。拠点の周りには見回りの抵抗軍兵士がたくさんいる。幕府軍がここまでたどり着くことなんてできないはず。まさか内通者が。幕府軍と通じ僕たちの情報を売って拠点に入らせた。そう考えれば筋が通る。内通者を捕まえて拠点を守る、手柄を立てる最高の機会じゃないか。何を考えてるんだ。さっき拠点の周りを調査したところ、拠点近くにある壁が崩壊してた。幕府軍はきっとそれを利用したんだろう。近くの崖から登り、穴の開いた壁から拠点へ攻め込んだんだ。壁を直して近くに見張りを手配すれば、このようなことが起きることはもうないだろう。そうか、わかった。近くに木材と縄があるから僕たちが直すよ。勝負と行こうじゃないか、新入り。こう見えても広報勤務には自信があるんだ。先輩の頼もしいところを見せてやるぜ。
よし、これで問題ないはずだ。幕府軍の奴ら、翼が生えて飛べるようになったとしても侵入できると思うなよ。これで僕も抵抗軍に少しは貢献できたかな。でもなんで後方勤務ばっかりなんだよ。せっかく前線に移動になって人生の軌道に乗ったと思ったのに、昔と同じ生活に戻ってるじゃないか。なんかお前妙に前線にこだわってるな。五郎様が言うように、僕たちは皆戦う意志があって抵抗軍に加入したんだ。貢献する方法はいろいろあるけど、できることならこの手で幕府武士を倒したいだろ。そうだ、もう軍営回りは終わったから、これから五郎様のところに行こう。うまくいけば前線の作戦任務を引き受けることができるかもしれない。様はいないのか？少し状況が変わった。五郎様は今前線で兵を率いて出向いている。少し前に前線にいきなり幕府軍の増援が現れたんだ。それも九条さら直々に隊を率いている。それに引き換えこっちは、三五宮様はもう何日も顔を出してない上に、残してくれた虎の巻の中身もそろそろ底を尽きる。非常に不利な状況だ。このまま撤退すれば我々の士気に壊滅的な打撃を与える。今は五郎様が形勢を挽回してくれることを祈るしかない。この戦いはおそらく厳しいものとなるだろう。僕たちも前線に行こう。戦う力がある以上、ここで黙って見てるわけにはいかない。幕府軍にたたらすなを通過させてなるものか。お前だけか。私はてっきりお前らの軍師様に会えると思ってたが、彼女には我々幕府軍もかなり手を焼かされた。抵抗軍がここまで持ちこたえたのも彼女のおかげだろう。だがそれも終わりだ。これだけの戦力差、策略はもはや意味をなさない。すでに抵抗軍の底は知れた。将軍様に逆らう者にはそれ相応の罰を受けてもらおう。俺は三五宮様を信じてる。俺たち抵抗軍の兵士たちを信じてる。ネガリレーは正しい道なんかじゃない。俺たちは抵抗をやめない。いいだろう。それとお前たちも最新の検証令を見ただろう。あの金髪の旅人、今お前たちのところにいるはずだ。そいつを渡してくれるのなら息をつかせるくらいの時間はやろう。この時期に戦うのは双方にとっていい選択ではないからな。まさかそのために増援を。彼女は将軍様にとって重要な存在なんだ。抵抗軍にとっては不要であると私は思うがな。それは違う。彼女は抵抗軍にとっても重要な存在だ。彼女はもう抵抗軍に入り俺の部下になっている。お前らに差し出すことはできない。抵抗軍は仲間を売ってはならない。それが三五宮様が遥か前に決めた規則だ。五郎様てっぺえ、それにお前もどうして来たんだ。分かった、共に戦おう。また会ったな。今回は見逃してやらんぞ。お前が抵抗軍に入ったのは彼らの後ろに隠れるためだと思ってたが、ここに現れたということは
私の想像以上に勇敢であるということか。ならばこちらから提案がある。今回の人前秘部、お前が抵抗軍を代表して出陣するというのはどうだ。人前秘部、なんだそれ。戦いが始まる前に両軍から精鋭を選び、1名ずつで対決を行っていくことだ。優勢な方にとってあまり意味のないことだが、劣勢な立場であれば士気を立て直す絶好の機会だが、彼女の目的は明らかなものだ。これを機にお前を捕まえたいのだろう。無理はするな。このまま全員で戦いを始めても構わない。どうするんだ旅人、お前が決めてくれ。永遠の脅威となる全ての要素を排除する。それが将軍様の命令だ。気をつけろ、向こうにいるやつも強いぞ。料理の時間だよ。頑張れ。幕府軍は無敵なんかじゃない。俺たちが必ず勝つ。士気がどんどん上がってる。お前の戦う意志があいつらに影響を与えてるんだ。グオパー火を逃がさない。負けだ。さすがにやるな。どうやらこのまま戦っても意味がないみたいだ。兵士たちよ、かかれ。浄土を開口せしは永遠なる鳴る雷。どうやら戦いは避けられないようだな。迎え撃つぞ皆の者。俺に続け。軍師殿は誠に我慢強いでござるな。傭兵代を払ってもらえるといいんだがな。カズハ、久しぶりでござるな、友よ。あ
ごきげんよう。お初にお目にかかります。まずは自己紹介をしましょう。私は三五宮ここみ、抵抗軍の指揮官であり、渡積島の荒人神の巫女です。この肩書きは初めてお聞きになるかもしれませんが、簡単に言えば渡積島は現在私が管理しています。それとあそこは抵抗軍の本拠地でもあります。実はすでに北斗さんと和葉さんからあなたのことはお聞きしていました。ただ抵抗軍のところに来るとは思ってもいませんでしたけど、この後何かお考えは？でしたら三五宮へ行ってみてはどうでしょう。幕府軍が一時的に撤退したとはいえ、戦争はまだまだ終わりを迎えることはありません。メガリレーは廃止されておらず、天領奉行と雷電将軍も止まる気配はない。問題は何も解決していません。三五宮へ行き、今後の対策を練ることをお勧めします。いかがでしょうか？僕も行っていいかな？渡積島には詳しいんだ。引き続き君の案内役ができると思う。ゴロウ、こたびはお疲れ様でした。抵抗軍の力は元より幕府軍より弱いもの。私がいないこの期間きっと大変だったでしょう。この後もまだあなたには残ってもらう必要があります。幕府軍を見張り、負傷人員の治療をしてください。ここには傭兵を手配します。カズハさんもいるので、あなたもいくらか楽になるでしょう。任せてくれ三五宮様。私はもう一つ用事が残っています。先に三五宮へ戻らなくては。準備が終わったら鉄兵のところに行ってください。彼があなたを三五宮へと連れて行ってくれるでしょう。これまでの貢献感謝いたします。これからは共に戦いましょう。稲妻の未来のために。音も立てずにこんな待ち伏せができるのはうちの市長整合ぐらいだ。どうだ、びっくりしただろう。実を言うと私もさ、あんたを離島に送ってからまさかタタラスナでまた会うとはな。だがどこにいようとあんたが私の仲間だってことには変わりない。何か助けが必要なら私に頼れ。あんたの力になってやる。来る途中にお主の懸賞令を見かけたが、そうたやすく捕まるものではないと知っていたでござるよ。雷電将軍に会ったのでござるか？彼女は以前と同じように威圧感に満ちていたであろう。無双の人たち、こうも及ばぬものか。いつの日か拙者たちもあの威圧感に相対することができるやもしれぬ。これも拙者が稲妻へと帰る目的でござるよ。ピック、ピック。